経営学要点 Presented by Ed Hawk。 事業の成功を目指すあなたに経営の要点を解説します。経営学検定の受験準備にも役立ちます。今回のテーマはシンボリックマネジャーです。シンボリックは日本語で象徴的、マネジャーは管理者です。シンボリックマネジャー、象徴的管理者が意味するところを学びます。1980年頃、アメリカでは多角化事業で企業が大規模化してきました。日本は高度経済成長からの海外進出が華々しい時期でした。多くの経営学者たちが企業の成長を分析し、その成功要因について論じてきました。アルフレッド・チャンドラー、イアン・アンソフ、ケネス・アンドリュース、ブルース・ヘンダーソン、マイケル・ポーター、そして大前健一などの人々です。ところが、果たしてこの近代的経営学が機能して企業が成功をしていると言い切れるのだろうか。同じ方法論に従って失敗する企業も多くあるのはなぜだろう。他に強い要因があるのではないか。そしてそれは従業員を結びつけている企業文化に違いない。と唱える学者が登場しました。ハーバード大学教授のテレンス・ディールとマッキンゼーのアラン・ケネディです。1982年に企業文化、コーポレート・カルチャーズを出版しました。その中で業績を上げている企業には企業文化があり、それを牽引するシンボリックマネジャーが存在したのだと唱えます。テレンス・ディールとアラン・ケネディは企業文化を4類型しています。まず、高リスクで仕事の成果をすぐに得られる業務の場合、たくましい、男っぽい文化を持っています。警察、外科医、建設、化粧品、経営コンサルタント、映画、出版、スポーツなどがその業界にあたります。そして、高リスクで成果を得るまでに時間がかかる事業は会社をかける文化を持ちます。採鉱、製錬、石油採掘、投資銀行、航空機製造がそれにあたります。低リスクで仕事の成果がすぐに期待できる事業ではよく働き、よく遊ぶ文化が実ります。不動産、コンピュータ、自動車販売、訪問販売、事務用品製造、小売りの事業がそれにあたります。低リスクで成果に時間がかかる業種では手続きの文化になります。銀行、保険、政府機関、電力、製薬の業界です。すべての企業はその企業特有の文化を創造します。目覚ましい業績を上げている企業は強い文化を持っています。そしてその文化の体現者である英雄が、すなわちシンボリックマネジャーなのであると結論付けています。さて、ここで質問です。シンボリックマネジャーは強力な企業文化を創造して事業を成功に導く。正しいと思う方はイエス、正しくないと思う方はノーを選んでください。10秒以内でお答えください。残念、タイムオーバーです。もう一度問題に戻って回答してください。